武将隊の皆さんと我々でデモンストレーションをやってみたいと思います。いいですか、はい、武将と、いやそれはわしらそれを生業としてるだけだから動きをしておりますか、うん、はい、じゃあですねうちの精鋭、あ、精鋭がいる、精鋭がおる、なんとこういう、いやわし合戦の掟も何も分かってないけども、はい、とりあえずここに出来上がった水鉄砲があります。あ、ね、はい、一応3本の、かける2で6本、はい、自分の好きなのを選んでください。およしよしよし、ちょっと待ってよ、うん、これ今からもしかして本当に水かかる？そうです、ジンバウリ抜いてください、はい、ジンバウリよりも何よりも一番高価なバイク外すよ。マイクこれね安少ないんだ。じゃあ皆さんまず水を一杯汲んで準備しましょう。はい、じゃあジオちゃん用意どうぞ。やります。今ここに誰も大人はいなかったです、ね、誰も大人がいなかった、もうみんな共通のびちょびちょじゃないやばいやばい、もう大半は自爆です、これ。あ、なるほどなるほど、面白い面白い、はい、じゃあ、戦った後は仲直りで、そうか、じゃあ勝ち時よな、勝ち時をあげよう、あげましょう、あの英雄を見たび、英雄をやりましょう、よいしょ、それでは皆もこの戦の尻は勝ち時をあげるのが我らの命令でございます。わしが勝ち時じゃそれと言ったら、えいえい、そうと見たび、ただみんなは声出した感じ、ああ出さずに死んだ、わしらが声出すからみんな声出さないに今コロナもあるでね、まだ参るぞ、皆のもの勝ち時じゃそれ、えいえい、おお、えいえい、おお、えいえい、おー、いや、ありがとうございました、ありがとうございました、いやすごい、はい、命を削ってやっております、はい、ありがとうございました。じゃあですね、ここからは、竹水鉄砲作り参加の方は奥の方で受付をやっております。それから蚊取り線香を作りたいなという方、蚊取り線香は、この管理棟の中でやりますので皆さんお集まりください。いや、こんだけ本気で楽しめることなかなか、はい、ということで、あとは武将隊の皆さんはね、
いろんなところで、出没しますので声をかけてあげてください。はい、じゃあ今日、このオープニングで、一旦終わります。ありがとうございました。